今日2月3日は節分の日ということで、まあ、恵方巻きの代わりに、ね、巻き寿司を食べにやってまいりました。おお、いいね。こうやって出てくるとおしゃれよな。めっちゃおしゃれ。頼んでないぞそういうこと。これって他の国でもなんかな、あんまり見たことない。このさ、ちょっとだけさ、ボトルに残ってるのをさ、うん、こうやってちゃんと閉めて、ね、紙ナプキンで。お上品やな。なあ、すごい。イギリスとかもしかしてそうなのかな。そう、おしゃれ。これあれ、あのチャジャ、あのマヤのやつ違うよ、グリーンティーよ。グリーンティー、グリーンティー、しかもお砂糖付き。砂糖付き、砂糖入り。ああ、甘いな。いただきます。ああ、あっさりした抹茶みたいな合ってる。合ってると思う美味しい美味しい。結構さ、うん、海外の緑茶って、うん、ペットボトルとかで買ったら砂糖入ってるやん。 それと同じやろ。そう、初めてさ、タイの空港でお茶あると思ってさ、お腹が調子良くなくてさ、水分必要かったらさ、めっちゃ甘くてさ、そのトラウマがあったよ、グリーンティーに対する。どうやった？美味しい。普通に美味しいやろ。個人的には甘いのも好きやけどな。そこまででも甘くないよ。そうなんや。苦味もちゃんとあるね。おお、お茶やな。まさかベリーズでグリーンティー出会うとはね。今日2月3日は節分の日ということで、まあ恵方巻きの代わりにお寿司を、巻き寿司を食べにやってまいりました。おお、いいね。まさかベリーズでも日本食屋さんがあるとは思わなくてね。ね、ちょうどこのタイミングにいるのもね、なんか面白いし、僕ら結構海外での日本食にも興味があって、メキシコでも動画街でね、ちらほらとね、行ったりしてたんですけど、ここでもやってまいりました。はい。これはサーモンアボカドクリームチーズロール。最高やん。美味しそう。アボカド好きになったからさ、メキシコを経て。こういうのも食べたくなった。今まで絶対選ばんかったから。確かにな。やんな、珍しい。ただあれやんな、パンとかと合うって言ってたから、うん、米とのやつがこれどうかなって、うん、ハマるかなって。そうね。あとはチキンカツ丼ね。はい、じゃーん。いいね、めっちゃ美味しそう。さあ、いただいてください。いただきます。ありがとう。このやりとり完全に日本。のぞきにさ、醤油入れてさ、みたいな。出てくよみたいな。そう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 。お手元ですからね、これ。いっとき、いっとき。あ、いっとき、いっとき。いただきます。いやー、これは嬉しい。めっちゃ美味しい、気づいた、アボカド寿司の美味しさに、クリームチーズもめっちゃ合う。おお、いいねでもさ、ちょっと忘れてない、恵方向いてるしかもずっと喋ってるよ、大丈夫？やば、どこ向けばいいのいいよ。オッケー、美味しいし。食べることが大事。せやな。じゃあ私もいただきます。どうぞ。バレまそう。いただきます。はい。あ、チキンカツ？そうです。うん。にやけた。何がいいってやっぱこの
衣とさ、うん、玉ねぎに染み込んだ、ね、だしの旨味を最高やな、ね、最高やで、日本やで、ここはやったね、うん、うまい。ブルーベリーチーズケーキ、アイスクリームをいただきました。ナオバリオ好きなものでしかない、これはいただきます。はい、うん、幸せそう。お寿司とかさ、うん、夏丼とか食べた後の甘いものって最高やな。やばいね、カリブ海にいながら、ほんまやな、やばいな、幸せや。不思議な感じ、朝食食べてるのにさ、目の前にカリブ海すごい、日本海でも太平洋でも、瀬戸内海でもない、オホーツクでもない、東シナ海でもない、全然全然めっちゃ美味しかったね。めっちゃ美味しかった、最高やったね。このベリーズの人に合わせた日本食にしてはるって言ってたけど、うん、全然日本人が食べても間違いなく美味しく食べれる、すっごい美味しかったね。店のさ、このカリブ海の前でさ、海見ながら食べれるっていうロケーションも含めて最高、うん、ね, ね。もちろん現地の料理もねいいけど、海外に来ての日本食ってのも個人的にはすごい面白いしね。何せ食材が入らない中でいろいろ考えてやられてるから、そういうのも含めて楽しいよね。うん、すごいいいお店やった ね, ね、よかったな来てお店の人もすごいいい方やったし ね最後ちょっとお話しさせてもらって、うんうん、よかった来ていや最高です、ね、よし次に、はい、行きます。ちょっとダサかった。全然かっこよくなかったよ。もう一回やるよ。いいよいいよ、もうこっち使います。よっ怪我しないでよ。気持ちいいね、海風が。いいな、気持ちいいめっちゃね。何頼んだん？コンソメっていうスープです。すごいね、なんかいろいろ入ってる。いただきます。あ、おいしい、優しい、まろやか。貝の味結構するやん、ちゃんと。貝はどんな感じ？入ってる？どれ？これちゃん、このこのでっかいやつ、多分これ？へぇ、食べてみてよ。大きいな。で、こんな大きいの食べていいか？いいや。いい？いただきます。でかっ。ちょっとかじります。貝？多分、うん、貝的な歯ごたえ、めっちゃ美味しい。どんな味？ね、貝。分からん、なんかうまく説明できない。割と淡白系なんかな。おー、うん、でも食べ応えがある感じ。結構コリコリしたタイプなんだ。そういうわけでもない。噛み応えあるけど、そんな硬くない。へぇ、ホタテの貝殻なんか、そういう感じ。おいしい。そちらは？こちらはスチールドポーク、ビーフじゃない、間違えた、ビーフ。水、何やったっけ、ビーンズ、ライス、ライスビーンズ、ライスビーンズ、いただきます。
めっちゃ柔らかい、ポロポロやな、思って。おお。ちょっとピリ辛の味付けなんですけど、煮込んであって結構柔らかいです。美味しい。おお、いいね。で結構このさ、ライターのビール美味しいな。うん、こないだも食べてましたけど、うんうん、いいね、いいね。なんかちょっとカレーに近い感じになってる。うん、おいしい。ミートパイ、そう、スーパーでなんかいろいろ買ってきました。パンとか、はい、こういうやつと、ベーコンで、サンドイッチしようと思って、はい、で、そしてミートパイ、これ、帰る道にこれちょっとつまみ食いしたんですよ。ねえ、やばい、結構したらめっちゃ美味しかった。めちゃめちゃ美味しい見た目が可愛いよな。ねえ、めっちゃ可愛かった。手のひらサイズみたいな、こういう、はい、ね。で、中にもうトロットロの牛肉のシチューみたいなのね、うん、入ってて最高やな。この周りの生地もさ、すごいサクサクで、サクふわでな、ビスケットみたいでさ、美味しい、美味しかった匂いだけでも幸せ。近所にあったらすぐ買い取りしてもらうな。1個がだいたい90円ぐらい、うん、1.5 ベリーズドル、うん、ですね。最高やな、うん。ということで、今からお昼ご飯にします。はい。めっちゃ美味しい。